はいどうも、むつみです。マシンガンみたいなスラップをやっていこう、イエーイ。最初にやったようなこういうやつ。これですね。すごい音数が多く聞こえますよね。実際多いんですけど。でもこれ見た目ほど難しくないんです。単純な動きを繰り返しているのに難しいことをしているように聞こえるんですね。今回はこれを解説していこうと思います。やっていることなんですけど、ゆっくりやるととても単純です。まず4弦の開放弦をサムピング。4弦5フレットハンマリング。サムピングゴーストノート。2弦7フレットプル。サムピングゴーストノート。2弦7フレットプル。これだけです。めっちゃ単純ですよね。でも早くすると、途端に難しく聞こえるんですね。まさにマシンガンみたいな感じですね。マシンガンスラップって言ったら、マークキングですね。マークキングは左手のこういう、ゴーストノートとか入れて、こういうのですごい音数を稼ぐんですけど、この左手ゴーストノートって難しいので、今回やってるやつの方が簡単です。多分、これやってみてください。このフレーズなんですけど、6連符と呼ばれるものです。音の数を確認してみると、1、2、3、4、5、6っていうことなので、これを弾くときには6連符で弾きます。6連符っていうのは、1、2、3、4ってなってるところの中に6個音を詰め込むっていうものなんですけど、タタ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 、数えてみてください。タタタタタタ、ほら、6つ音が鳴っていますよね。なので、リズムを取るときは、タタ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 タっていう感じで、っていう風に弾いてください。で、最初6個均一に音を取ろうとしても難しいんです。なので最初のこの開放弦の音だけを意識してください。開放弦の音を絶対1とか2とかっていう頭に持ってくるんだっていう意識でやるとやりやすくなります。なので1、2、3、4、1、2、3、4っていう感じですね。今意識したのって開放弦のサムピングの部分だけで、後の部分はあまり意識してないんですよね。次の開放弦サムピングに備えていっぱい指を動かすっていうことをやってるんですけど、動画の途中に失礼します。どうやったら上手くなれるのかを知りたい、練習方法がわからない、レッスンに通いたいけど時間がない、自分の好きな時に講座を受けたい、そのような方に最適なむつみのベース塾。ここでは練習方法の講座、各奏法の講座、音楽理論の講座、動画で返答がもらえる質問コーナー、 LINE でお悩みの返事がもらえる、ベーシストの仲間が増える、月額1650円でこれらのことが全て詰まっております。むつみのベース塾の詳しい内容は概要欄に貼ってありますので、興味がある方はチェックしてみてください。上達への近道をして僕と一緒に上手くなっていきましょう。お待ちしております。で、今のフレーズなんですけど、音としては4弦開放弦 E の音、4弦5フレット A の音、また A の音っていう感じで、 A のスケールの中に入ってるんです、この E の音っていうのは。なのでこの開放弦を弾いてもスケールアウトしないんですけど、じゃあ他の音、もしもこの開放弦の音がスケールの中に含まれていなかったら音が外れてしまうんじゃないかっていう不安もありますよね。実際一瞬だけ音は外れます。外れるんですけど、このフレーズを弾くときって大体早いんですね。これ弾いてるときにこの音って聞こえますか？あまりこの音って聞こえてないですよね。どちらかというとこの音の方が聞こえてますよね。聞いた感じだとこうやってスライドで音が入ってるように聞こえるんです。ブーパパ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 みたいな感じで、ほら、この開放弦はゴーストノートと同じような扱いでこのフレーズでは弾きます。なのでどこで弾いても大丈夫。あまり開放弦の音って目立ちませんよね。4弦もそう。なのでひたすら押さえたいところに持っていってっていう動作をやってみてください。で、どの場所に行っても押さえ方はオクターブのままです。どこに行っても同じ。っていう感じで、あとは自分のやりたいように動かす。ってやると、格
っこよくできるようになりますので、ぜひやってみてください。というわけで今回は意外と簡単マシンガンスラップフレーズでした。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 X インスタグラムもやっているのでそちらもよろしくお願いします。サブチャンネルもよろしくお願いします。ではではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。